こんにちは。一生に一度しかないものってありますよね。今しかできないこととか、あとは一生ものですよみたいなね。まあうちの親父がよくセールスを受けるんですけども、その時にいつも言われるのが、今買っておいたら一生ものになりますよって言われるらしいんですよね。もう80を迎えようとしてる人間にね、一生ものっていうのはそれは当たり前やろみたいな感じなんですけども、まあなかなか面白いですよね。まあ、それからね、若い時期は二度と戻ってこないから大切に過ごしたらいいよっていうのも、なんかこれを逆のね考え方をすると、若い時期は多くの人に高い確率でやってくるでしょう。でも70代とか80代は2人に1人とか3人に2人ぐらいの確率でしかやってこないんですよね。ということは70まで生き延びた人とか100歳まで生き延びた人って、他の人にはできない経験をしていると言えますよね。100歳から眺める社会ってどんなもんでしょうかね。100歳になった時に30や50でお亡くなりになる方をどういうふうに捉えるんでしょうね。100歳の方でも100年はあっという間って思うんでしょうか、ね、10代20代の人が退屈だなって過ごす中で、100歳の人はあっという間に過ぎてしまったっていうふうに感じるのかもしれないですよね。まあ、100歳の人は結構いるらしいんですけども、万の単位でいるらしいんですけども、100歳といえば、そうですね、日清、日露、第一次世界大戦、それから大東亜戦争、こういった歴史の生き証人になるかもしれないですね。つまり私たちが教科書で、もしくはね、こう古い YouTube の動画で知ることを体験してきた人とかね、その人自体がすごいなと思うんですよ。となると、若い時間は貴重だけども、90歳とか、100歳とか、こういう人たちの時間も貴重なような気がしますね。特に100歳なんてのは少数派ですもんね。まあ様々考え方はあるもんですけども、まあ吉田さんは40になったら始めようと思ってることとかっていうのは、結局30代でやるべきことを全部片付けたからやっと入れると思うんですよね。で、多少前倒しもいけるかもしれないですし、ある意味前倒しをしてるのかもしれませんけども、いついつからこうしようっていうふうに少なくとも決めてなければ、全部がね、なんかこう後追いになってしまって、ゴテゴテになってしまって、気がついたらもうそれをやる時間も余力も金もないってことになりかねないかもしれないんで、やっぱり十分先から知っておくってことと整えておくことってのは大事なんだなと思いますよね。私の世代、40代、50代になってくると、まあ親世代も年寄りをね、越して、もう介護が必要なオタクってのも多いと思いますけども、これっていうのは10代の時に予測が立ちますよね。10代の時に、もしくはもっと幼い頃から、自分の親も年を取るとかね、いずれ自分よりも先に死ぬとかね、少なくとも自分よりも先に衰えていって、互角ではいられなくなるとかね、で、頭の動きももしかしたら遅くなるかもしれないし、新しいことに挑戦しようって意欲もなくなるに違いないっていうのは、なんか随分幼い頃から気づけたことだったかもしれないなっていうか、気づいていましたよね、こんなのはね。っていうことはやっぱり、気づくなりにやっといた方がよかったかなっていうところと、やれたことと、まあその、まあ、期末テストが毎日来てるのかなってことですね。まあ、まさに一生ものは一生ものというかね、まあ命は一生ものというか、なんでしょうね。まあ、よくわかんないけども、タイトルは命にしときましょうか。したら、大切にすれば一生使えるもの、それが命でございます。では、いってらっしゃい。